本当に面白かった。さあ、これにバジルを包みます。これで出来上がり。さあ、牛脂を沸きました。バジルを挟んだありました。出来上がりました。出来上がりです。お湯が沸きました。塩を入れます。で、かき混ぜて、パッと入れます。さあ、パスタを茹でる間に昨日の冷やしパスタを入れます。今日は昨日と違ってあったかいね。オリーブオイルがたっぷり入ってるんで問題ないと思います。ちょっと入れました。はい、出来上がりです。